お前ら今世界がどういう状況か分かるか。未曾有の危機だ。疫病、天災、それによる経済の麻痺、想像もしなかったことが次々と起きてる。もしかしたら戦争だって起きるかもな。あなた何言ってんの。かつての常識はもう通用しない。もう何が起きたって不思議じゃねえんだ。そうなった時、お前らが住んでるこの国は何が一番必要になってくるか分かるか。お前知らねえ。金だ、税金だ。国はな、お前らにはバカなままでいてほしいんだ。それが本音なんだ。何にも疑問も持たず、何にも知らないまま調べないまま、ただひたすら制度に従い働き続け、金を払い続ける国民であってほしい。それを別の言葉で言い換えると何だ。そこのお前、よし、岩井。金弁惜しい。馬車馬だ。国はお前らにはただひたすら黙々と馬車を引く馬車馬だってほしいんだ。その方が都合がいいからな。世の中は平等だ、国民は自由だ、差別なんか一つもねえ。そう刷り込まれてきた。だが実際はそうじゃねえ。どんなに努力しても、どんなに力を振り絞っても、本質を見抜く力がなければ権力者と同じ土俵にすら立てるんだよ。それが何だって。そんな国のせいだろ。俺たち関係ねえし。だからお前らはバカだってんだよ。誰かのせい、国のせい、時代のせい、他人を叩き批判して文句を言って何やかある。ルールを作ってるやつらな、この状況が美味しいからこういう仕組みしてんだ。自分は関係ねえからなんて言ってたら一生騙されて高い金払わせ続けるぞ。なぜ社会はこうなってんのか、誰がどんな意図でこの仕組みを作ったのか、本質を見抜き自分なりの答えを出す力をつけろ。その時初めて馬車馬は人間になれる。